藤沢ナウ、24時間守り続ける子どもの命と健康、藤沢市民病院の小児救急医療。今回私は市民病院にやってきました。とっても大きな病院ですね。さてこちらをご覧ください。診療科目はこんなにたくさんあるんです。さらに国や県から認定および指定されている医療機関としての内容はご覧の通りとなっています。まさに地域の拠点病院になっているんですね。その中でも今回はこちら、小児救急医療拠点病院としての取り組みについてご紹介します。今回市民病院を案内してくださる角田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。角田さんは市民病院のベテラン看護師さんです。では早速案内していただきたいんですが。はい、そうですね、今ちょうど先生たちがカンファレンスを、先生たちが打ち合わせしてますのでご案内します。はい、お願いします。はい、角田さんに案内されてやってきたのは小児科病棟。大勢いますので、はい、ちょっとご覧になって。あ、私実際に見せていただけますか。はい、大丈夫です。どうぞ。お願いします。先生たちが集まりカンファレンスと呼ばれる会議を行っていました。乳児湿疹っていう普段と変わりはないっていうんですけど、常勤の小児科医が14人いるため、患者さんの情報を共有することが必要不可欠なのです。ちなみに一言で小児科といっても、外来だけで小児科外来、専門外来、救急外来と3つに分かれています。その他にも入院患者さんの診療や新生児集中治療室などを受け持つため、たくさんの小児科医が勤務しているのです。小児救急の診療は24時間、小児科の医師が当番制で担当しています。たくさんの先生がいらっしゃるのでとても頼もしいですね。はい、そうですね、24時間小児科専門の先生がいるっていうのは、お母さん方にとってもすごく安心だと思いますし、私たち働いている者にとってもすごく力強いです。市民病院は2002年に他の自治体病院に先駆け24時間小児救急を開始。昨年度は 15,453 件の小児救急外来を受け入れました。この数字は県内トップクラスの水準となっています。じゃあ小児救急の現場案内しますね。はい、お願いします。じゃあこっちになります。はい、2部屋あるんですけれども、はい、主に内科的なところを見ています。はい、こちらなんですけどもね、おばん1つ目ですね。はい、それともう1つこっちに、あちらにも、はい、あります。2人の先生が同時に見ていたりとかしていますので、救命救急センターの7つある診療ブースには小児救急専用が2つも設置されています。こちらに小児救急科長の福島先生がいらっしゃいます。はい、ちょっとお話聞いてみたらどうですか。 ありがとうございます。はい、伺ってきます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。先生に市民病院の小児救急が担う役割と取り組みを伺いました。特にその市民病院の小児救急科はですね、小児、子どもたちに関わることは全て見ようと。一般的にその小児科とか小児救急ってやってるところも他にあるんですけど、いわゆる小児科ベースなので、いわゆる怪我とか、いわゆる外傷とか、その外因性のものはまあ見ないところが多いんですよ。まあ、見れないっていうか。ただ市民病院の小児救急科としてはですね、子どもに関わることは全て対応しようということで、怪我含めた外因性の疾患に関しても全てを受け入れようと。で、救急車も、軽い重い問わずに全て受け入れて対応しようというふうにしてます。市民だけの対応になっているんですか。藤沢市民だけではなくて、周囲の鎌倉だったり横浜だったり、寒川、大和、茅ヶ崎だったり、周囲のもう全然困っていれば受け入れるという形で、実際救急車もどうしてもなかなか夜間だとか小児の救急車を受け入れるところ少ないので、
まあ、他の市からも、うん、あの搬送はいっぱいあります。あ、出たね。はい、実際に診療の様子を見せていただきました。上手、はい、上手だね。こんにちは。できるわ。あ、はい、はい、上手だね。え、ごめんね。お口の中がちょっと赤いんですけど、はい、このお熱もあの咳もちょっとそこから出てくるかもしれないので。診察後、お母さんにお話を伺うと、今現在朝早いですけれども、はい、朝早くから診療できることについてどう感じますか？ですね、私のところのかかりつけさんが早くて9時からなんですね、はい、で仕事がやっぱり8時半からということで、早い時間帯から診察してもらえると本当に仕事前にちょっと受診をしてっていうのが可能なので本当に助かってますね。ありがとうございました。お大事に。ちょっと先生がいらしたのでお話を伺ってみましょう。こんにちは。こんにちは。いつも心がけていることは何でしょうか？忙しくなってくると早く次に行かなきゃ、次やらなきゃって焦ってしまうんですけれども、まあ、なるだけ、そうですね、まあ、その人にとって最善と思われる処置を全速力でやることかなと思います。角田さん、はい、最後に院長先生にもお話を伺いたいんですが、大丈夫ですか？はい、じゃあご案内します。どうぞ。お願いします、はい、じゃあこちらが院長室になります。はい、はい、院長がいらっしゃる間はいつも開けてるんです。あ、そうなんですね。ですからいつでもどうぞっていうことですので、はい、では私院長にお話を伺ってきますので、はい、今日はありがとうございます、はい、失礼します。こちらが病院長の木戸先生です。早速ですが、病院のことについてお伺いしたいんですが、病院の特色と取り組みについて教えてください。そうですね、特色といたしまして、この病院はですね、開設が、まあ、昭和46年で、まあ、今41年目になるんですけれども、開設当初から地域の基幹病院という形の位置づけがなされて起き上がってきた病院であるということが言えると思います。ですので、まあ、今42万になりましたけれども、40万都市の中で唯一の公立病院ということですので、まして500床病院はここしか現在はありませんので、はい、そうした中で地域の医療機関と連携をうまく取りながら地域ぐるみでの医療を構築していこうという形が整えられているんじゃないかと思います。まあ、取り組みということで今一番大きいのは、やはりこの今言いました41年経ったということで、今いるこの建物が非常に古くなっているということがありますので、東館の再整備ということでですね、まあ、これを壊して新しい東館を建てていくという事業を今始めております。本体工事は来年の9月から入っていきますけれども、27年の9月ぐらいにはですね、新しい病棟が立ち上がってくるんじゃないかということで非常に楽しみにしているところであります。これからの抱負または目標などありますか？はい、そうですね、やはり病院ですので治療していくということになりますけれども、私たちはやはり医療機関としてその医療の質を高めるということが非常に大事じゃないかというふうに思っています。住民の皆様方にもいい医療を提供しなくてはならないというふうに思いますので、この医療の質をですね、高めるように努力していくということを私たちは最大の目標にしてやっていきたいなというふうに思います。お話聞かせていただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。24時間365日にわたり子どもを怪我や病気から守ってくれる市民病院小児救急は、お子さんを持つお父さんお母さんにとって心強い存在となっているのではないでしょうか。今回は小児救急についてご紹介してきましたが、公立病院として市民の医療を支えている市民病院は、健康管理はもちろん、いざという時には本当に頼りになる病院ですね。